はい、インディーズバンドオルムさんのリーダーことボーカルのアラです。ルーメイトの皆様こんにちは、こんばんは、おはようございます。おはようございます。ということで今回なんですけども、はい、またまた初登場でございますけども、ランさん、この方知ってるかな、知らんやろなっていう感じで、森川美穂さんっていう方が全然知らない。いや、これね、コメントであったんですよ全然知らないんですけど、コメントでこの前あって、はあ、で森川美穂さんも歌うまいんで、はい、ぜひ取り上げてくださいっていうので、はい、来て、あ、森川美穂さん知ってる、と思って、どの世代に活躍された方なんでしょうか。85年デビューって書いてますね。はい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 、はい、68年生まれやから僕より10個上かということで、で85年デビューして、はいはい、まあ、90年にね、実はアニメの主題歌を歌ったんですよ。はい、NHK の不思議の海のナディアっていうアニメがあったんですよ。あ、そのアニメ知ってますよ。それの主題歌を歌ってるのが森川美穂さん、ブルーウォーターという主題歌なんですけど、今回そのブルーウォーターをちょっと聞いてみます。あ、はい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 、一応写真では持ってきたんですけど、こういう方ですね。綺麗ですね。はい、今も活動されてるんでね、あ、目黒のブルースアレージャパンやってるやん。あ、ほんまや。これでも2017年か、ブルースアレージャパンとか、へえ、ね、あの田中正幸さんのライブで行った、はいはい、行きましたよね、とかでやってたりとか、今も活動されてるんですけど、ブルーウォーターという曲があるんです。これ当時僕よくアニメ見てたんで、私も見てましたけど、主題歌聞いたら思い出せるかな。はい、はい、じゃあ行きましょう。いや、懐かしい。これね、好きなんです、僕この曲。不思議の海のナディアやつね。はい、じゃあ行きましょう。起きるかな。はい、懐かしいなこれ。さあ、覚えてますかね、ランさんね。どうでしょうね。主人公こういう見た目でしたね。そうそう、そういえばね、色の黒い、うん、懐かしい。なんかちょっと映像出てくるわ。これ歌詞も覚えてるわ。めっちゃ見てましたね、それってね。なんか見ててん、これ知ってるやろ、これ。サビじゃない。懐かしい。声かっこいいな、うん、この人すごい。伸びがすごい。うん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 、ここのカーッと息切るところ、気持ちいいんですよ、この人の声。かっこいい。じっくり聞くとね。うん、これ CD 持ってたと思うねんな、これ。ええー、なーこれ。うん、曲もいいよな。うん、すげえな、声量。うん、なんか、うわ、かっけえ。俺90年だもんね、NHK のアニメ。そう、 NHK でした、これ。へえ、俺多分全部見てるわ、これ最初から最後まで。あ、そうなんですね。6時ぐらいやったんちゃうかな、やってた。てんすかね、このなんかもう、うん、低音と高音のバランスめっちゃいいな、うん、かっこいいな。うわ、この人のいいの時の声めっちゃかっこいいな。うん、こんだけ張り上げてるっていうか、でも余裕っぽいやん、すごい。うん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 、無理がないっていうか、ね、うん、やっぱこう音域がめっちゃ広いんでしょうね。うん、羨ましいな。あー、懐かしいな。うわ、ええ声。ええ声やな。はい、むっちゃええ声。ブルーウォーター。はい、これちょっと今のも聞いてみましょうか。今のっていうか、これ2年前って書いてんな。超最近ですね。うわ、ええー、声、ええー、声。
変わってないっすよ、うん、お母さん。めっちゃいい子。ちょっと豪華になってね。オーケストラ入ってるよね。うわ、壮大ですね、これ。うん、こんなにも声変わらんもんなんや。これリリース自体は2010年だって。あ、13年前。そうなんですね。はあはあ、21世紀バージョンって言われてる。叶えなの。あ、こっちもええな、うん。こっちの声が際立つんで。うん、このアレンジいいな。うん、うわー、これめっちゃええ声やな。かっこええな。かっこええな。この方なんかあの、なんていうんですかね、いわゆる雑味ゼロみたいな感じ。ゼロやね。ね、うん。爽やかにこう。爽やかでございます。もうハスキーボイス大好きなんですけど、このタイプの声もええな。このイメージがだからアニメと合ってたよな、うんうん。元気の良さとかさ。ね、ああ、これええなあ、こっちのやつ。うわ、でももうあの、もうこの方の声がよー聞こえる。うん、最後まで聴きたくなるな、これな。いいですね、オーケストラと一緒の。うん、こっちの方が俺、アニメに合ってるような気がする。あの壮大やん、ね、結構、ね、これ、ね、うわ、今から行くぞっていう感じの曲やもん、ねね、おお、うわ、これちょっとさ、コンサートでやってくれたらすごいと思うけど ね、ちょっと鳥肌もんやね。うわ、でもこれ歌ってるご本人さん絶対気持ちいいと思うんじゃん。こんなバックでやってたな、ね、テンション上がるしかないもんな。うわ、え、はい、あ、もう終わりですね。今まで私たちが聞いてきた方々の中でまた異質な声の方違います。これあれですよ、ランさん近い声してますよ。ちゃんと歌えたらね。ちゃんと歌えたらね。ちゃんと歌えたらね。質的にはランさんすごい近い声してるよ、これ。そうなんすか。うん。いや、違う。一回カラオケで歌ってみ。いや、あの、こうもまあ、難しいですよ、この歌結構。難しい、難しい。難しいっすよ。すべてをかーこの、結構、急に上がるとことかあるんで、あれ、あれで一番高いところは出えへんやろな。ついなぁ、ひっくり返ると思いますけどね。うん、一回やってみるのもありやで。ダンさんの子意外と似合ってる曲やねん、これ。はははは。質的にはよう似てるやん。質的にはね。質だけで言ったら、ね、技術がちゃうけど。質だけではね。すごいこう伸びが。伸びがすごい。すごい。もうド直球ストレートポーンって投げたようなね。うん、はぁ。かといって全部ストレートかっていうとよくよく聞くと、うん、なんか細かいところにビブラートちょっとかけてみたりとか、ほんのりね。テクニックすげえなーとか思って。そうだから森川美穂さんも歌うまいですよってこうコメントっていうかなんかリクエスト来てたんで、あーと思って俺。あの、で俺それこれ以来聞いてなかったのよ。その当時アニメで90年ですか、この頃のアニメ見てた、ちょうどほんま90年、俺中2の時やわ。はい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 。中2でも何歳まで、4歳ぐらいの時やろ。再放送とかしてたんかな多分。あ、でも再放送で、うん、私小学校2、3年生の時に見たんですよ、うん、これ。で、母親が、まあ、NHK でやってるもんやから見てええよみたいな感じで見てて、で、なんやかんやでなんかこう見てたんですけど、途中でなんかこう見るのをやめたっていうか、うん、見なくなっちゃったみたいなことがあって、でもこの歌覚えてます、サビ覚えてます。これね、この不思議のナイアンは多分全部見てると思うねんけどな。さすがにもうその中人時やからストーリーが全部覚えてないけど、ね、結構でも最後の方も壮大な
まあ、戦いというか、うんうん、ね、うんうん、あの女の子が主役やけど戦いのアニメでもあるから、これなんか当時あれかな、その色を黒くしたのがそのなんかその人種差別をしちゃいけないかなんかの意味があって、あ、そうなんですね。それでなんかあえてそのキャラクターを肌の黒い女の子にしたっていう、なんかそういうエピソードだと思う。そうなんですね。うん、めっちゃ見てたな、見ててんこれ。うわー、でもこれもう一回見よう、これなんかあるのかな、ね、NHK とかあるのかな、ね、この曲マジで神曲ですね。神曲、なんかこの方のために作ったんかっていうぐらいの曲、あのなんならこの曲聴くために待ってたようなもあったよ、うんうんうん、あのオープニングで、まあオープニングって一番ぐらいしか流れへんねんけど、まあまあそうですね、なんかこの曲聴くとこうテンション上がって、うんうんうん、あのアニメもテンション上げ上げで見れたっていうのがあったよね、うんうんうん、今ちょっとでもこのオープニングの映像はちょっと覚えてんねん。あ、なんか走ってるとこあるわとか。はい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 、うん、そこまでは覚えてないにしても曲だけは覚えてる、この声も覚えてる、うん、本当にこの伸びですよ、伸びとこの落差のあるところのなあ、全くぶれない感じのこの調整がで、普通このキーのこの高いキーを出そうと思ったら決まるんですけども、それなくすんなりいってるんですよね。だからそれでいわゆるワンインチボイス、そう、もう余裕でいっちゃってるんですよ。もうモーションなし、ヒューンっていくじゃないですか、うん、多分この音源やけど、これを聞く限りでは、うん、もうスコーンと歌バチクソうまいですね。口からそのまま CD が出てる、口から CD 音源で CD がもうわーって出てるみたいな、これないんすよ。え、口パク思う。でも口パクと思って聞いたら違うよ、すごいやばっ、歌唱力半端ないですね。いやでもこれ意外とこの森川美穂さんって、そのうわ全体的に知られてないところもあるじゃないですか。そうですね、なかなかですよこれ。実力やばいですね。ちょっとプロフィール見たんですけど、うん、ミュージカル、ミュージカルですね、三文オペラやらはったの、うん、分かるっていう話ですよ。ミュージカル、この方の初語、もう一個一個言ってる言葉がめっちゃ綺麗なんですよ。10年間在籍したヤマホ嫁大阪に戻って、関西の人なんや、大阪の人なんや、で大阪芸術大学の非常勤講師に就任、2007年ね。現在准教授、現在准教授、この現在このデータ自体がちょっと古いかもしれないですけど、ね、この方やっぱりね幅広いですね。ミュージカルやってナレーションやって、これ分かる、聞き取りやすいんですよ、うん、声と、で言葉の発し方がものすごく美しい。この曲さ、現在やってないのかなってめっちゃ調べてんけど、はい、ちょっとなかって、なんか聞きたいなとか思いながら、これ唯一無二の声ですよね、この方。似たような声質の人います？どっちかというとその小木の名誉子さんは、うんうん、ああいうタイプです、うん、ストレートな、あんまり雑味のないタイプですけど、うん、でもこの感じはあんま聞かないですね、うん、なんかロックっぽい感じのね。えわ、ロック絶対かっこいいやろな、うん、ストレートスコーンですから、ね、逃げへん感じとかね、うん、歌うますぎやろ、うますぎ。動画で見た時ビビりましたもん、うん、だそれはあってかね、この曲ってなんかめっちゃ覚えてんねん。いや、まあ、印象よっぽどあったんやと思うね。ハマりすぎですよね、うん、この声と曲とで、まあ、うん、アニメもこれねハマるんですよ。全部がハマってたんですよこれ。ここは今神曲よ。NHK すごいなと思いながら、うん、うわーでもこううわすごい。今はだからデビュー38周年ぐらいかな。あ、はい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 、多分ね38周年で計算したそうなもんですね。でも歌うまっ。これ大阪に、あでもオリックス劇場とかでやってもん ね、あこれはでもフェスみたいなやつか、ポップコーンエイジやからあれか、なんかちょっとまたライブ見たいですね。森川美穂さんすごい歌唱力なんですよ。これあえて聞くとすごいな、当時のまだ記憶のまましか残ってなかったから、うん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 、今こうやって聞いてみると、うんうん、なんかこんだけブレなく歌う人も珍しいよね。ブレ全然ない。ほんまに口からてか、ほんま後ろから流して口パクかなって疑うぐらい
すごいっす、ね、だからランさんの声質の技術を超スペックアップした感じの声なんです。ランさんもどっちかというと系統この声なんですよね。系統はね、うん、系統はそうなんだ。技術をもう超絶こうアップするとこうなると思う。無理っす。ランさんも意外と猫見えて特殊な声してるんで技術がねでもすごいわ。いやあのめっちゃ正確ですよね、うん、正確なんですこれね。もううんちくうんぬんよりも、うん、単に聞いてすごいわ、うん、正確なんかほんとなんかの機械か言うぐらいに正確なんですよ。だから再現性が高い歌手ってなかなかいらっしゃらないじゃないですか、うん、音源と実際が、うんここだからいいって難しいじゃないですか。難しい。いいって今君のいいから入るからね。そう。もう鬼門すぎる。でそのいいをスコンと出せるところがすごい。なんかあの声がすぐ出せるようになんかいいってやらずに、うん、いいもなんかちょっと変えて歌ってらっしゃるところあるじゃないですか。うん、ちょっとウィーウィーとかさウィーとかなんかちょっと細かそうだよね。うん、でもこの方ちゃんといいから始まってる。いいから始まってるんですよ。口の中で空間が狭くなるじゃないですか普通の人って、うん、ちゃんと口の中の空間を保って響きが潰れないようにしてるんでやばくないですこれ、うん、だって大体の人でいいって決まりすぎてちょっと音質潰れるんですけど、うん、もうな一番いい声出てるわと思って全てを輝かあれすごいよね出てかーがってそう大体こうしゃくるんですよウィーンってなるんですけどでもあれこうポンって出るんで、うんここのところのパワーっていうかすごいなとか切り替えがここもね、うん、ここのコントロールがもうみたいな、うん、この方調子悪い時ってないんちゃうかなって思いますもんね、うん、こんだけ正確に歌えるってこれだからあの普通の人が歌うようにしゃくって歌うとやっぱりイメージ全然変わるな。爽やかさ、爽やかさがなくなるね。なくなる。なんかロックっぽい歌い方やのに、うん、めっちゃ爽やかや。爽やかなんすよ。なんすかね。このスコーンとあもうなんか青空が似合いますっていう感じの。青空もしくは青い海みたいなね。今からそこに飛んでいきますっていう。ね、あでもそういう曲やから、ね。まあそういうことですね。うん。これはすごい。改めてその今回リクエストいただいて。ね、思いましたね。僕も何十年ぶりに聞きましたけど、ね、なんとなく聞いても私がそんなにねなんかアニメの主題歌聞いても覚えない子がサビ聞いた瞬間にあこの声知ってるってなったんで、うん、やべなかなかの方ですちょっとまた今後いろいろ現在のねライブの模様とかも YouTube で普通に公式で上がってたりするんでちょっと見ながらそうです、ね、はいちょっとまたやりたいなと思います。すごいな。はいということでねはい、今回あのブルーウォーターという不思議の海のナディアという曲ね。もうこれだから33年前です。そんな前、はい、33年前の、曲ですけども、はい、聞いてみました、はい、ということでこれぐらいして終了したいと思います。はい、皆様もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いします。ではでは毎日見てよ。ありがとうございます。はい、今回ですね大阪でライブすることになりました、ということで、大阪の堺筋本町、はい5月13日土曜日のお昼の3時ですね、はい、15時からスタートということで、はい入場は14時半からできるようにしますんで、はいライブスポットテンションさんというところでね、はい、セッションバーで今回はアットホームな感じで、はいすごい距離近いっていうね、はい、ライブをやろうかと思います。はい、はい、概要欄とコメント欄の方からお持ち込みください。お願いします。ああ懐かしい。あのオープニングめっちゃ懐かしかったな。これちょっと別で確認したんですけどね、あの動画に出してないで、ヒャー言うてねうわこんなんやったー言って、そうそう、ああそうやったな、こういう感じやったなって言ってこれ確かね夕方ね俺らの時6時ぐらいやったと思うね。ちょうど子供が晩ご飯前に見る時間ぐらいやった。そう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 、私もそれぐらいの時間に見てこれ見てから晩ご飯食べてたような気すんねん。内容ちょっとね、さすがに飛んじゃって分かれへんねんけど、私は見とったな。なんか結構でも危機迫るところとかもあったやん、アニメの中にさ、うん、このお姫様が何かやったっけな、この女の子ナディア、設定までも覚えてへんけど、ね、
なんかそういうあれやろ、ちょっとその天空の城ラピュタっぽいところがあるやろ、なんかそんな話だったような気がするっていう感じなんで、で最後ドンバチやるみたいな、悪いのとみたいな、ちょっとこれまたなんかどっかで探してみてみる。もともとこの方ってアイドルでデビューとかなんですかね。シングル教室でデビュー、85年デビュ ー女になれがヒット。あ、でもアイドルっていう感じでは見てないですよね、森川美穂さんって。あー、でもちょっと、ああこういうタイプね。あ、でもちょっとアイドルっぽい感じにはなってるよね。でも格好がすごい男前な格好します、ね、うん、なんかパンツっていうかタキシードみたいな、なんていうの、ね、なんか ボンタンみたいな、ボンタン、俺らの時ね、中学の時このズボンボンタンって言わなかったのよ。え、ワルズボンって言ってた。何それ聞いたことない。ワルズボンとか、ワルズボンで、ちゃんとしたズボンマジズボンっていうフランス語かって、ワルズボンマジズボンみたいな。ダッサー、なんでか俺らの学校何それ、そうやって言ってて、ボンタンじゃなくてワルズボン、ワルズボンマジズボンマジズボン。ちょっと何の話やもん、飛びましたけど、ちょっとでもアイドルっぽい感じでは出たけど、ブリブリではなかったよな。でもまあ声質がこれだと、うん、なんか女の子って感じではないですもんね、うん、いやでもこれあまりでもそのそこまではまだ世に知られてないやんか、うん、森川美穂さん、うん、知ってる人は知ってるけど、うん、知らん人も結構多いじゃん、うん、いやこの声はちょっと知ってほしいなと思った。うわ、でも多分この声私の世代の頃に聞かせたら、あ、なんか聞いたことあるって絶対なると思いますよ。ナディアね、見てたんで、ナディアね、あーみたいな、あーっていうそういうぐらいの世代の人たちを見てくれてありがたいな。ねえねえ、ちょっと年齢層を広めて、うわ、でも声も良くて技術もあってすごいな。多分ね、森川美穂さん YouTube あったと思うんだけどな、うん、あ、徳馬ジャパンが出してんのかなんかな。ロックしてる。ちょっと見ましょうか、はい、はい。ロックしてる。見てください、コウさん。あ、変わってる、変わってる。22年、去年ですよ、これ。うわっ、あ、歌ってた。コウさん、やばい。いや、かっこええな。あー、似合う。声変わってないわ。そのままやな、うん、これ、いつもんやろ。あ、でも2022年のライブって書いてあるもんな。去年やな。うわー、うわー、やば。かっこええな。かっこええわ。うますぎでしょ、歌。はい、もうちょっとめっちゃ長なるんで、はい、声維持してありますよ。かっこいい。やばうわ、これ見たい。やばないです、これ見たい。うー、見たいよ。やっぱりね、やっぱりなんですけど、うん、実力のある方って劣れないんですね。劣れないね。すごい。今なんかすっごいかっこいい感じで、これまた貼っときますけど、本当にね、かっこいい。これちょっと今俺見た時、あれブルーウォートどっかないかなと、まあまあ時間がなかったからね、ざらっと調べるけど、ね、今たまたまこの髪型めっちゃ似合うわ、ショートカットで。うわ、かっちょ、いや行きたいな、ライブな。これやってくれへんかな。いやバンド姿で見れたのは嬉しいです私、ね。今君のだって、
あの一番高いところの音もスッて出てましたよ、うん、すごい。大阪でやってくれへんかな。大阪でやって、ね、17年になんかやってるってことですけど、ね、やってくださる。ちょっとまた調べておきます。ちょっと俺これは行きたいな、ね、懐かしさと、ね、なんかいろんな思いが、ねえ、ねえはい、ね、すごいな。ちょっと長くなりました、はい、あの、はい、2人とも興奮しちゃって、はい、ということで森川美穂さんに、はい、聞きました、はい、ということで、はい、お仕事でした。ありがとうございます、寒い。